はい、どうも皆さん、こんにちは。新田です。新田のダンススクールやってまいりました。いや、もうね、ちょっと、ティザーを見てね、うひょーと思ったところからの音がどんなのというところで、早速公開でございますのでね、収録ボタンをほいと。さあ、見ていきたいと思いますけれどもね、楽しみでございます？うん。いつでも君のそばにいること、それが何より大切さ君を。僕の隣にいるなら完璧。ヘアスタイル。純くん、お主、立派になられて、うえい、これはすごい。メロディーラインが美しい。この二人は倒し、マノシ、うわっ、あー、かっこいい。ここやばい、ベースライン。リーダー、あららららら、強いの顔面が。いい体ですよ。わあ。でー、リノちゃん、待ってた。いやいやいや、ちょっと待って、どういうこと、どういうこと。いつでも君の、いや、リーダー、リーダー、刺されてなかった？どういう、倒れたっしょ、最後。しかも倒れて、もう一回これ始まるってこと？倒れてるところから起き上がりますもんね。いつでも君の、もう一回始まった的な。これ繰り返すんじゃない、もしかして。ほら、で、こう来て、いつでも君っていうことなんじゃないですか。さすがにでもそんなことないか。ここから始まって最後倒れちゃったっていうあれか、さすがに。あ、そっか、ちょっと、あ、でもわかんない。あの、僕そういう考察はね、得意な人ではないのでちょっとわかんないけども、いやー、何このセットが。またね、木が生えてるんですな、浮くんですな、椅子が。よしよし。僕の隣にいるなら完璧。あいやいや。あいやいや。今の、どうなった？あ、ディノちゃんですね。なんだ、この足の裏を見たらディノちゃんですよね、そりゃ。あれもディノちゃんじゃないですか。ちょっとすいません、すぐに気がつけなくて。ああ、
髪型なんてことよ。すごい。もうすごい。誰が出てきてもすごいんですけど、どういうこと？これよね。時空が歪んでますよ、モノくん。ジュンくん。いやー、似合う。髪色といい、このジャケットといい。安定の。いやー、たくましい。顔がたくましいよ、どれもし。これ。ちょっと待って。音がやばい。音が凄まじい。強い。そしてこのウォヌくんの体。僕もね、ウォヌくんのその、なんですか、メニューを皆さんからちょっとお話いただいて、それやったりとか、腕をメインで鍛えたりとかしてますけどもね、少しずつ変わってきましたけれども、はい、ありがとうございます。ここで入れ替わるのね、ミンハオシ。足が長いの、なんのって。音が素晴らしい。うおぉ、うおぉ。おぉ。いや、で、ここでジュンハン様。かっこいいんですけど、このウジ君よね。5と2ですね。はい、もうこのポーズ。いやそこにいてもかっこいいんだからよ。いやいや。いいですね、この2番で星くん。このね、お二人ですよね、ミンハオシと星くん。いやいいよ。いいんですけどね、やっぱね、ハンドジェスチャーがセブチのやっぱポイントでございますよね。お花作ったりいろいろありますけど、今回このね、時計の針をやっていくっていうところですね。できないんだけれども、うまいんですよね。なんかその日本語の歌がお上手マノシ。あー、この水ですよね。はい、踏みつけてます。ここよ、すんがし。これね、ちょっとヘアスタイル変えてくるところね。なんかますますみんなかっこよくないですか。ちょっと、あー、この手は誰の手。かっこいいね。この表情もね。これから出てくるのやばい。いやー、一人こう歩いてくる。これは、あらら。あれ、木ですよね。木の丸太ですよね、多分ね。このメロディーラインがやばい。いやー、あー、はかねー。これちょっと本当に、古代ローマのあのでっかいスタジアムあるじゃないですか、コロッセオ。あそこに佇む人の、あれですよ。君のためかっけー。待ってって思うの、これ。このフォーもですよ。てかリーダー刺されちゃうところもそうだし、なんで刺されてしまうんですか。ちょっと誰かわかる方いたら教えてください。からのにくいね。いや、
いやー、なんでこんなに。やい、ディノちゃん、ディノちゃん、いい着こなしですよ、これ。ここよ、ここよ、そんな表情で。これよ、ちょっともう、だって、大変なことになってる。いやー、いい表情。どうなってしまうのでしょうか、リーダーはこの後。というところで、リアクション動画になりますけども、音がめちゃくちゃいい。あと、ビジュアル。全部かっこいいの。不思議なぐらい全部かっこいい。もうだから、終わっちゃうんですね。あっという間にね。いやー、またこれダンス出るのかな？どうなんだろう。ね、楽しみでございます。FNS でこれやるっていう生パフォーマンスを見れるわけですよね。地上波で見れるってことですよね。この歌？ダンス？この方たちを？また偉い騒ぎになるんじゃないですかね。これはということで現場から以上になります。ありがとうございました。よいしょ、テイッ。